飯田健次は日本の柔道家。通信教育と独学で柔道を学んだ後に、海軍で本格的に柔道を稽古し、全日本選手権大会や行動間の月次試合、春秋紅白試合等に出場、活躍した。また、少年柔道の普及と振興に不信して全日本、柔道少年団の発足に尽力し、今日の青少年柔道の発展に大きく、 貢献したことでも知られる。1892年、北海道浦河郡浦河町の専業農家の家に生まれる。高等小学校を卒業後は旧を追っての状況を望んだが、両親の反対で実現せず、代わりに、板垣大輔を会長に末野口清氏が主催する帝国商部会に入会。自宅の馬小屋を改造して、小さな柔道場を作り、 同会の通信講座をもとに独学で柔道修行に励んだ。また、英語を習得せんと、尾崎幸男が会長を務める大日本国民中学会に入会し、さらに近所に住む慶応義塾大学の卒業生に教えをこうなど、生まれつきの旺盛な好奇心を持って、北海道の固い中ながら可能な限りの文武両道に阻止んだ。1 9十一年六月、 19歳の飯田は海軍を志願して神奈川県横須賀陳塾管轄の海兵団に入隊した。陸軍では柔道をやれないが海軍ならやれるということが海軍志望の理由だったという。海軍後期学校を経て海軍機関学校を卒業するまでの間、松本信彦や鈴木亀次郎、小形久虎のもとで海軍独特の厳しい実践的柔道を叩き込まれ、 めきめきと腕を上げた。九百十八年七月付で、行動館に入門すると、翌十九年一月に、初段、九百二十一年七月に二段、九百二十三年四月には三段に、昇段している。身長百六十四センチメートルと、上勢はないが、最も得意とする左右の羽根腰に、加えてしずりこみ足や膝車、小外刈りにも長次、寝ては、 総エリりボリアや上司法型がうまかった。1924年に開催された海軍連合艦隊選抜柔道大会では、栄ある航軍大将として、これに出場している。1925年6月に海軍を除隊後は、現在の東芝に入社して柔道部教師を任され、行動艦4団員にあった1927年3月には、横浜市鶴見町に、 おさむか柔道場を設立し、合わせて多くの行進の指導に当たった。行動館より1931年1月に5段、1937年12月に6段を許されると同時に、大日本部特会からは1933年5月に、連死、翌34年5月に、教師の称号を受けている。1938年10月の、 第8回全日本選手権大会には一般青年後期の部に第2区代表で出場するも初戦で山形の井原市し9部6段に敗れて上位進出はならずこの他初段から5段まで行動間月次試合や春秋紅白試合にはほとんど欠かさずに出場しているまたこの間1930年から1944年までは 神奈川県柔道有段社会の審議員を務めた。終戦直前の1945年5月に行動館七段となると、戦後は1952年に、おさむ館柔道場建設骨院を川崎市小川町へと移転し、引き続き青少年の育成に汗を流した。横浜時代を含めて、道場で指導した門生は延べ9000人を数えたという。この間、 1946年4月から1951年まで日本端圧工業で取締役を務める傍ら、1947年からの約10年間は関東柔道連合会常任理事、神奈川県柔道連盟副会長、全日本柔道連盟評議員、全日本柔道征服司会幹事、神奈川県柔道征服司会理事といった要職を歴任し、長らく柔道会。 柔道制服司会の運営に携わって、その発展に貢献した。また選手としては、1950年から1955年までの6年間、行動監視祭の全国柔道高段者大会で7段の部に出場し、好成績を収めている。子供たちの柔道大会の洋水イたちが巻いた少年柔道の種は、後世で確かな実を結んだ純粋に柔道を愛し創始者。 可能寺五郎の遺訓を信奉した飯田は、行動間の存続と発展のために、様々な検索を行い、当時海外に広まりつつあった柔道がその方向を誤らないよう不信した。戦後の日本人のあり方を資料し、特に少年柔道の発展に力を注いだ。神奈川県柔道連盟の会長であった高崎正美を口説き落として、太平洋戦争で途絶えてしまっていた全日本。 柔道少年団の再結成を提唱し、その実現にまでこぎつけている。1962年2月25日に、行動館内道場で開かれた全日本、柔道少年団の決断式には、東京、千葉、神奈川など主に、関東各地の100団体800人の関係者が、列席した。この時、高崎正美副団長は、加納お五郎師範が、 少年の育成を痛感されて1933年に作られた柔道少年団は全国へと広まりつつあったが、先の大戦で中断してしまった。また、戦後国際的に柔道が普及していく中で、日本柔道の本来の気持ちが年々薄れていくような現象がある。これを防ぎ世界水準以上の日本人を作り上げるため柔道少年団を復活させ、柔道を通じて、 少年を育成していきたい、超道場単位の分断や、地方ブロックが加速度的に増加しているので、全国約3000の町道場に呼びかけ、目標を1万5000人の団員の参加とし、全日本柔道連盟の一番下の下部組織としてやっていきたい、将来的には年齢別の選手権大会を開催する構想がある、との胸をスピーチしている。 しかし、全日本柔道少年団の運営は決して安泰なものではなく、加納理性行動官庁に団長就任を打診したが、加納はこれを誇示し、代わりにと推薦した、勝利松末太郎にも、老齢その任にあらずと断られてしまい、団長不在のまま副団長である高崎や安在、広志、早川正が、団長代行を務めるありさまだった。右与曲折の門出となった全日本。 柔道少年団だったが、それでも創立10周年にあたる1972年には、これを記念した全国少年柔道大会を開催するに至っている。その開催を誰よりも喜び、全日本柔道少年団の理事として引き続き、全力を尽くし奔走した飯田だったが、1980年に体調を崩して一時的に既得状態に。この時は奇跡的に回復したものの、 1983年5月には、大腸がんの手術を受け、術後の経過がかんばしくなく高いした、去年91。亡くなる2年前の1981年により、読売新聞社との共催で始まった、全国少年大会は、柔道界の主要行事の一つとして定着し、マルちゃんハイ全日本少年大会と共に、今日の青少年柔道の発展の場として寄与している。 ありがとうございます。